どうも皆さんこんにちは、こんばんはふふです。今回は4種類の鉱石のね、壁をアスレチックに登っていくっていうアスレチックのマップをやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。おーかっこいい、今めっちゃジャンプしましたからね。さあまず鉄から、鉄、金、ダイヤ、エメラルドの順で難しくなってくらしいです。ちょっと面白そうですね、やっていきましょう。おっと、あーなるほどね、これ上まで登ると、あ、なんとですね、ちょっと分かる方には分かるかもしれないんですけど、実はキーボードを変えまして、え今親の声が聞こえたかと思った。キーボードをね変えました。どうでしょうか。茶軸から赤軸になったんですけど、音がね静かになったんじゃないかなと個人的には思うんだけど、どうですか。別に変わんなかったら変わんなかったらいいんですけどね。俺の打ち心地はかなり変わってるんで。ほっほっ、あ、もうクリアした。よし、鉄の壁クリア。そして金の壁行きましょう。あ、これ結構なんかサクサクいけて面白いな。はい。はい。あ、おちゃー、くっそ、このまま俺、ノーミスでポンポン行くつもりだったんだけど。はい。はい。あ、いける。OK です。はいっと。ちょっと最近、ちょっと生放送、いつするんですかっていうのがよく来るんで、答えましょう。休日します。普通だね。あーはは、ほいほい、オッケー、アップねー、飛ぶ、あ、ここ怖い、いや、オッケーオッケー、怖い怖いと思ったけど、いやね、ちょっと今ね足をねちょっと怪我してまいりましてマジでね痛い、本当に半端じゃない、多分ここ一番痛いんじゃないかなっていうぐらい痛いですもう本当に、うん、想像絶するよね。よいしょ、毛が多いんすよ。まあね、スポーツ的に仕方ないけど。なるほど、横にこれは多分透明ブロックってことですね。ほら、こういうことですね。はい、で、あ、もう上じゃん、こっちか。はい、おほい、オッケーです。で次はダイヤ、こっちだ。ダイヤがなんか一番難しいっていうイメージあるんだけどね。こっちからか。行きましょう。これ面白いんで、概要欄貼っとくんでさ、やってみてくださいと。最近ね、あ、もう学校で一人になるじゃないですか。まあ、なんだ、僕は授業が選択制なんで、まあ、必然的に一人になる時があるんですよ。まあ、そんな時はね、よく携帯のね、アプリをやってるわけですけども。うん、まあなんか何かハマるのを見つけたいじゃないですか。で俺ね、去年とかはモンストとかパズドラにハマってたんだけど、ま、今はねちょっと地味にちょっとモンストもやってると、ま、やってるんだけども、今ちょっとファイアーエンブレムのブーム来まして、あれ本当俺昔やってた時期があったんで、ちょっとね、ちょっとなんか親近感っていうかね湧いちゃってね、あれをやってるんですけど、あれがなかなか面白いと。ぜひやってみてくださいなんかステマみたいになってるけどさ、普通に面白い。よいしょ、多分今結構人気だから分かる人多いと思います。よいしょよいしょ、オッケー。ダイヤそうでもねえな、そうダイヤそうでもないやみたいな。さあエメラルド行きましょう。ここもねちゃちゃっとクリアして、ちゃちゃっと終わっちゃいましょう。ほっ、はぁ、ささっと行きたいんだよ。これチェックポイントないからね。どうだろう、あ、どうすかこのキーボードの音。ほら、音いいよね。いや俺ワンチャンマイク越しには変わってないって思うかもしれないけど、俺的にはかなり変わってるから、うん、やっぱなんかね、茶軸は僕使って、ちょっと使いすぎたっていうか、使い方が悪いのもあるんですけど、ちょっとね、マインクラフトとかの M を押しすぎたのかな。M を押しすぎて、M がこうへこんだまま戻らないっていう。待って、これスライム踏むの。あ、ああ。
そうだからそういろいろ大変でした。あとねちょっとなんかやっぱ結構音入っちゃうじゃないですか。まあ多分このキーボードも結構音入ってると思うんだけど、まあちょっと前よりマシになってたら教えてください。ほい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 、あ、ちょっと待ってね、行きます行きます。ほい、よし。でちなみに赤軸を買いました。よし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 、戻ってきたぞ。はい、ここ飛んで飛んで飛んだ。はいはいはい、おーしおーし。いやまあここまではね、まあ普通に安牌というか、おーおおなんだ今の当たりながらふわっとなって、ここここストップ、オッケー。なんてよく聞いた人なんでしょう。クソ、俺は信じてたのに。はい、ここでしょ、来た。おお、このなんかなんかあるよね、なんか謎の空間がダメージ食らうのに飛べるっていう。うん、オッケー、よし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 、飛べ。うねー、待って待って待って、よし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 、おつけ、いいぞいいぞいいぞ、飛べ、オッケー、きたユーフィースジャマってことでクリアしました。おめでとうおめでとう。いや今回割となんか、うん、なんか難しさも俺好みだし、時間も俺好みだし、完璧だったよね。ってことでご視聴ありがとうございました。概要欄にマップ貼っておくんでぜひやってみてください。それでは次回見てください。じゃらん。あ、ちょ、え、これはどこまで落ちるの、え、止まっちゃったんだけど。